こんにちは、佐々木です。本日は、メルカリ。値下げコメントマジ、うざいです。そのまま即購入させるうまい売り方を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。この動画では、値下げコメントが多くて、どうしたらいいかという質問ですね。視聴者さんからいただきましたので、ぜひお答えさせていただきます。はい。えー、まずですね、 なぜ人がですね、ネサイン交渉習来るかっていうことなんですよね。それは商品をね、安く仕入れるためですね。まあですが、商品を安くすることによって利益がね、出ない場合あるんですね。なので、ネサイン交渉したくないですよね。で、どうしたらいいかっておっしゃってるんですけど、これはね、あの、まあ全部の商品じゃないんですけど、プレミア級の人気ある商品ってあるんですよ。で、これはね、あの、まあ日本国内でも,もちろん売ってる商品なんですけど、非常に入手困難です。 で、なぜかと言いますと、値段がね、一気に上がる場合があるじゃないですか。そうすると、仕入れができないですよね。なので、人はね、安くし、安くね、購入したいってことに連絡来ると思うんですよ。なので、コメント欄に、値下げできませんって、はっきり、急にしたらいい,いいと思うんですよね。で、その理由をね、述べたらいいと思います。そうしますと、まあ、購入する方はね、購入するんですよ。 で、購入しない方は購入しないです。なので、これをね、やってみる価値はね、非常にあるかと思います。ぜひ試してみてください。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマリンファニ,ューマニューアルプレゼントします。なぜ10万円稼げるか詳,詳細に記載します。ぜひ楽しみにしてください。登録者さんにニックネームかスタンプお願いします。よろしくお願いします。本日は、 最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。